油断するな。 いつまでここにいるつもり？ いや、この先に備えてだな。 なんだここ、イバラそっくりじゃねえか。しかも花まで。本当の花じゃないよ。あのレナの花と同じだと思う。それだけ精霊に近づいたってことか。
なあ、前にダナの精霊は俺たちの中にちょっぴりずつあるって言ってたよな。うん、だからレナの精霊みたいに強い意志にならないんだと思う。集まらないからそうなのか、そうならないために集まらないのかはわからないけどね。でもだとするとダナの意志は自然な形では決して現れることがないのかしら。そういうことになるよな、やっぱり。もしダナ中の人たちの思いが一つに向かうようなことがあったら、それはダナの意志ってことになるのかもしれない。操られるのでなしに、みんながみんな同じことを考えるってことか。矛盾してるぜ、ありえないだろ。家庭の話だよ、もしそうなったらって。だが仮にそれができたら、レナの精霊に対抗する手立てを得られたかもしれないな。レナス・アルマに封じ込める以外の方法だって見つかったかも。か、地表から随分様子が変わったな。それだけレナの深いところに来たのね。ああ、そしていよいよ敵の本体が近いってことだ。なあ、レナス・アルマがレナにあるって前提でここまで来たけどよ。その先行っちゃダメだよ、ロウ。いや、けどよ、もし。ダメだってば。フルー、うん、不安になるのはわかる。だが一番その不安を感じているものが耐えているんだ。ああ、悪い。ここまで信じてきたのだ。今さら迷いは抱かない方がいい。それより別の心配をすべきだ。なんだ別のって。精霊だ。ヘブレクトの35を信じるなら、私たちがレナス・アルマを得るには精霊を倒さなければならない。世界一つ分以上の精霊力を飲み込んだ存在が相手だもんね。そうだったな。変な話だけどよ、戦うとかやることがはっきりしてる分、そっちの方が俺は迷わずに済むみたいだ。ありがとな、二人とも。床が天井で、天井が床で、目が回りそうだ。なんでこんなことができるんだ。生命すら自在にするヘルガイムキルの技術だ。何ができても驚くには当たるまい。いや、こんなの見たら普通驚くだろ。なら一人くらい違った見方をする者がいた方がよかろう。それにこの年にもなると、感情をそのまま表に出すことにいささかためらいを覚えるようになるものでね。年って、そんな言うほどの年じゃないだろ。慌てずともいずれ君にも分かる。そんなもんかね。でもだったらあんたの年まで何が何でも生き延びなきゃね。そうだな、私もその時君の感想を聞くのを楽しみにするとしよう。やっと着いた。今日は屋根の下で休めそうね。うん、うん、何かあったんだろうか。うん、またかよ。
あ、ちょっと。うん、任せろ。よろしい。ここはビッキントの修練場。おい、ベルガイム切れじゃねえか。どういうこと。これが視察隊なの。迷ってる場合じゃなさそうだ。こいつ強いぞ。
おい。うん。こら。おお。やれやれ。ちょっと話を聞いてみようぜ。困っている人。うん。我々を何だと思っているのでしょう。全てが研究の対象でしかないのだろう。フルルの隠れて貫け光を貫け見えた。拳は絶好じゃ。なんだあの光っているやつは。面白そうな相手だ。面白いで済めばいいですが。邪魔をな。光を貫け。身を見つけよ。光学道どっちないとは任せろ。アクアルイナ一挙隊で飛んでくるなんて。いいぞ、そのまま押せ。弱点を狙いましょう。もうやれるぞ。ここまでだ。影響が。俺がまとめて返してくるわよ。なるほど、じゃあ後でやるから。受け取る。あれ、この元に回復ありがとう。メリーライブを止められたか。シオンだよ。あの突進致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目。負けられないの。あの上でまとめて返してくるわよ。さあ、やめる。受けにありがとう、強。もう無理はできないわよ。ああ、それでいける。気をつけよ。ハートは絡めとる。光を貫け。光を貫け。起きた。ホーリーランス。大橋で何してやる。裏切られて死んじゃう。まだよ。崩れたの。ここで消せる。
げられないの。灰になれ。光を貫け。光を貫け。闇に沈みなさい。イテスアラニ。まとめて回復するわよ。ハートリップ。私の手が必要か。アイストルミ、今だ。止めるぞ。こういう連打だ。光を落ちて。どうしよう。この逃げられる。アイストルミ、このまま。ミューベル、聖域全開。いっけ。だぞ。新しい技か。野菜くずも細かくして調味料と混ぜれば。また節約の話か。ここまでは無事につけたな。今日は屋根の下で休めそうね。バカな。うん、やれやれ。ふう、困っている人がいるみたい。よし、話を聞いてみよう。やれやれ。はて、究極の一皿な。こたびも刺激的な旅であった。あの巨大なはぐれ、今の私たちでは厳しいわね。こいつが超極のズーグルか。その名に恥じぬ様相だな。あの研究者たちにドアは吹かせてやりますよ。バラバラにしてやる。脆い部位を狙ってみよう。やめて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 やめ
闇に沈みなさい。止める。プラビタスレイヤー接近。カーソルが光を宿って揺れない。古代の輪を行く。ありがとう。無理はしないでね。オヨンだよ。無駄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 よ。やれるぜ。マジで。カーソル無駄よ。防げるとでも信じる。この子の髪に戻る。これは続く。プラビタスレイヤー。炎が無駄よ。
今が攻め時ね。やれるわ。闇に沈みなさい。俺が。あ、汚いわ。ここからの転換。闇に沈みなさい。こっちだ。これで闇に向かって。ハートレスパー。まとめて回復するわよ。光を。曲がりたくないよ。ないから。だよ。下で休めそうね。彼らの頭脳、ダナの発展に生かしてもらおう。こんなところで人材確保とは、お見それしました。これだけ手を貸したのだ。しっかり返してもらわねばな。着いた。いいよな。ここまでは無事につけたな。今日の料理当番は誰だ？ローだろ。しれっととぼけるなよ。ち、バレバレかよ。しゃあねえな。そんじゃ。
ちょっといいかしら。前に農場でパンケーキを作った時のこと覚えてる？ああ、なんか妙に盛り上がったっけな。もしかしてもう一回勝負したいとか？そうじゃないの。ただあれからずっと考えていたのよ。持てる技術は全部使ったし、手を抜いたつもりはなかった。なのにどうして負けたのか。か、そりゃ判定するキサラに大量の砂糖を食わせたからじゃ。とにかく私なりに考えた結果を一度みんなに確かめてもらいたいの。わかった、お前の挑戦受けて立とうではないか。え、そういう話なのかこれ。まあせっかくシオンがその気になってるんだ。別にいいよな、みんな。ありがとう。待ってて、早速作るから。お待たせ。さあどうぞ。待ちかねた。どれどれ。これはいくつもの異なる辛さが互いを殺さず、むしろ高め合っているだと。甘くてとろけそう。ほんわか気分で幸せ。がっつり俺好みの濃い味系、手が止まらねえ。素材の選択、風味を生かした絶妙な火加減、盛り付けのこだわり、何よりこの澄んだ上品な味わい、うまい。シオン、この料理すごいぞ。本当よかった。あれ、でもなんかこう感想バラバラじゃなかったか。そういえばみんな違う料理のこと言ってるみたいだったかも。あ、どれ。ちょい、アルフェンの味見。それぞれの好みに合わせて少しずつ変えてみたの。変えたって全員分をか。それものすごく手間かかっただろう。ええ、でもおかげでやっと気づくことができたの。料理で相手を喜ばせたい思いが強くなりすぎて、私肝心の相手のことが見えなくなっていたんだわ。はい、お水。死ぬかと思った。大事なのは喜ばせたい自分の気持ちではなく、相手が何を求めているか、そこに寄り添うことだったのに。その通りだ、よく気がついた。大事なのは愛情、相手を思いやる気持ち、それこそが最高の調味料なのだ。作る側、食べる側、どちらかだけでは成り立たないということか。なるほど、勉強になる。見事だシオン。もう私から教えることは何もない。ありがとう、ありがとうございます、キサラ教官。なんで。そうだシオン、今日の夕飯の希望はないか。あ、私？私は何でもいいけど、キサラの料理はどれも美味しいし。うん、シオンの食べっぷりの良さは私としても作りがいがあるからな。そんなにいつもがっついてるかしら。何、食べることは生きることの基本だ。腹いっぱい食べてくれる方が
私も嬉しい。そう言われたら答えないわけにいかないわね。少し話をしたい。キサラはこの戦いが終わったらやっぱりビスキントに戻るんだろう。そうだな。この旅で得た知識や経験を持ち帰って役立てたいと思ってる。今のメナンシアをさらに改善し他の国づくりの手本になることを目指すんだ。アルフェンはどうするつもりなのだ。俺はそうだな、戦いなんか忘れてのんびり暮らせれば幸せかな。剣振り回すくらいしか脳がないからそんな簡単にはいかないだろうけどな。それでもちゃんと帰る家があれば言うことない。屋根のある壁に穴の開いてないやつだ。帰る家、飢えずに済むだけの食べ物、凍えずに済む寝床、派手なことはいらない。お前らしいな。だが大事なものを忘れているぞ。家族だ。例えばシオ。そういえばキサラ自身が個人的にやりたいことはないのか。個人的に、そうだな、これはこんなことを言っていいかわからないんだが、うん、釣り堀が欲しい。釣り？ああ、前から思っていたんだ。釣りは素晴らしいが手軽さに欠ける。どこで釣るにしても準備をして出かけなければならない。もっと気軽にいつでもできればいいのにと。安全な場所に水を張ってそこに魚を住まわせる。そうすればズーグルの心配もなく誰でも楽しめる。他の人のことまで考えてるのか。本当に好きだな。あの人には内緒にしておいてくれ。あの人ってティオハリムのことか。確かにいきなり大工事とか言い出しかねないか。あの人が言えばビスキントの人たちは喜んでやる。だが今その力はもっと別のことに使われるべきだ。だから作るとしても自分の力でやりたい。だったらその時は俺も呼んでくれ。釣りはわからないが力仕事ならいくらでも手伝える。そうか、頼りにさせてもらう。そこで釣った魚で皆のためにとっておきの料理を作って振る舞う。待ち遠しいな。私にもこんな夢があったんだな。ありがとうアルフェン。洗濯物を畳んだら私も休むよ。今日も互いの無事を祈ろう。
早速か。得ようかしら。
武具が入ったぜ。見た目はあまり好みでないな。
ぴったりの息だったな。やればできるものね。達人っぽい。邪魔だ、逃げようとは。光を、なんてな、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 光を、な
アクアルイナ挑発プニチャソー、
様だろ。これいい装備かも。戦いが楽になるといいな。一気に終わらせるわ。
行きなさい。アドレビートオムニア。いけるぜ。攻める。発射ルイナ。滅殺旋風弾。みんなでよ。アルゼン。これで終わりだ。上出来ね。光を貫け。光を貫け。そうだ。撃
環境で勝手に鍛えられた。どっちだろうと全部焼き尽くす。すごい精霊力。水の中を歩いているみたい。なあ、精霊の意志はレナの中心にあるけど、その体はレナ全体と同化してるって話だったよな。ってことは俺たちはもう精霊の中にいるのか。あたりの様子からしてそういうことになるのだろうな。登るほどにレナの精霊力の高まりを感じる。どうしたリンベル、気分でも悪いのか。うん、そうじゃなくて、この辺り
少し周りより多めに精霊力が集まってるんだ。レナのってことか。うん、それでダナの意志に触れた時みたいに、もしかしたらレナの意志が何を考えているか分かるんじゃないかって。レナの意志はダナと違って強いのよ。下手に接触して操られてしまう危険はないの。多分大丈夫だと思う。レナの意志はレナのものにしか及ばないはずだし、精霊の考えが分かれば何かつかめるかもしれない。でも万が一のことがあるし、私だけでやってみるね。おい待てよ、そんなまね。リーベル、意識は無事か？うん、大丈夫だと思う。バカ、いきなり無茶するやつがあるか。本当よ、どうなるかと思ったわ。ごめん、でも少し分かったよ、精霊の考え。うん、気持ちかな。レナの精霊は世界を完成させたがってる。完成ってどういうことだ？何か作りかけだってのか？うん、ダナとレナはね、本当は一つの世界として生まれるはずだったんだ。でもそうならずに二つに分かれてしまってる。それを完成させたいんだよ。一つの世界って何なんだそれ。わからないけど、レナの精霊ははっきりとそう思ってる。ただダナと違って集中するあり方のせいで、それより先に自分が消えてしまいそうになってる。だからそうなる前に自分がダナを吸収することで一つになろうとしている、そういうことか。レナの精霊は怯えてる。でもそれは人間みたいに理屈で考えてるとかじゃなくて、もっと純粋な混じり気のない感情みたいなものだよ。さながら動物のようにか。いや、動物の方がまだ意思疎通が可能かもしれんな。果たして我々を意識ある存在として認識しているかどうかさえ怪しいものだ。だが治水家風の精霊力はどちらの世界にもあるのに、闇と光はそれぞれレナとダナにしか存在しない事実、そして一連の精霊力搾取の要であるレナス・アルマが6属性であること、いずれもリンウェルの話を裏付けている。イバラも同じなんだろうか。ダナとレナを一つにすること、自分が生き延びること。イバラが精霊の一部なら同じように生き延びる。どうしたの？シオンが死ねばイバラは解放されるはずだった。それなのにイバラはシオンが死なないようにした。理屈から行けば筋が通らない。もしかしてイバラにはただ自分が滅びたくないという思いしかなくて、その強い思いと力が結果として器であるシオンをも生かし続けたんじゃないだろうか。だとしたら、イバラに触れた時の痛みはイバラ自身が自分を守ろうとしたためか。それがもし本当なら皮肉な話ね。精霊はただ望むのみ。それを具体的な計画に整えるのは
ヘルガイム・キルの仕事だったのだろうな。シオン。大丈夫。早く片付けてしまいましょう。それにしても世界の状態すら間違ってるって勘弁してほしいぜ。まったく。精霊が求めるあるべき世界の姿、もし最初から世界が一つだったら、ダナもレナもなく、こんな風に戦わずに済んだのかもな。何もかも精霊のただ死にたくないって思いから始まってたなんてな。飢え死にしたくないから食い物を欲しがる。考えてみりゃ何もおかしくなんかないんだよな。レナもダナみたいだったらよかったのに。ヘブレクトの35は言っていたな。ダナとレナで精霊のあり方が違うのだと。一箇所に集まることで強い意志が芽生えたが、その分多くの集まらず、それゆえ滅びはしなかったものの、強い意志を持つことのなかったダナ。どちらが正しいか私たちの尺度で測れるものでもないのだろうが、どこか人間のありように似ているな。人間の？どういうこと？満ち足りることを知らない者はさ、次元なく貪る。だが何も求めないものはなすところも少ない。レナの精霊も大きくなればなるほど、その上はかえって強くなったのかもしれんな。ほどほどが大事。それこそが一番難しいのかもしれないわね。これで終わり。
つ。ここのところ運がいいな。どこまで行っても機械ばかりだ。ええ、すごいとは思うけど住みたいとは思えないわ。ここには魚がいない。皆のために美味しい料理一つ作ってやれない。それは致命的ね。無料の犠牲を呼ばれ、助かれ。
無理は禁物だな。ブルルは隠れてて。行けよ。もう俺が。ヤマタロウ。ブルルだぞ。このな。行け。ふざけろ。やりすぎたかしら。これくらいがちょうどいい。ヤマタロウ。していこう。あの茨もどきもやっぱレナの精霊の一部なの。多分ね。でも髪の毛みたいなものだと思う。意志とか感じられないし。髪の毛じゃ勝っても意味ねえか。まだよ。蒸発しろ。止める。光を。
助かったな。いいんだ。
攻めろ！
ところ運がいい。この回偶然とは思えんな。開口って何？出会いってこと。大げさだよね。すれば何倍もの力になるわ。Thank you.
崩れた。ここで決めてやる。アクアルイナヤマタロウ、仕留めるぞ。アルくん、これで終わりだ。この調子で続けて。ああ、決めてやる。私も援護するわ。仕留めるぞ。行って、ふざけろ。立派だけどよ、やれない相手じゃない。剣を持つだ、ズグ。しかも4本と来たもんだ。こっちは2本だからって負けるものか。何なのよその対抗心。あったないわ、敵に出せて。そんなアクアルイナ、こっちは俺が光を光られる。俺の真骨だ。こいつ突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。分かった、分かったぞ。光を貫け。あがくがいい。光を貫け。やめとる。
やったよ。今が攻め時ね。いてつくあらず、いてつくあらず、蒸発しろ。まとめて回復するわよ。まとめて回復よ。なんとか噛めそうだね。まだ終わってない。下がってるんだ。頼むね、アルテ。光よ、見せなさい。光を貫け光を貫け、玉切れ挑戦中。
目的地に着いたわよ。装備は見直したか？なあ、たまにはあっちの道を進んでみないか？道ってどこに道があるんだよ。道は道でも獣道のように見える。どこに繋がっているか分かっているのか？俺の勘では橋だと思う。フルル？フルルが違うって。そうかな、方角的には合ってると思うんだが。街道が必ず安全というわけではないが、あえて道なき道を選びたがるのは何なのだろうな。挑戦なのかしら。時々とんでもない場所を通ろうとするわよね。崖崩れの後、道だと言い張って飛び降りた時は驚いたぞ。なあ、なんかすげえ楽しそうだったな、あの時。アルフェンって道案内には不向きだよね。なあ、あっちの道。どうしたものかしら。わざわざ遭難の危険に挑まずとも、挑まなければならない問題には事欠かないはずだが。このまま街道に沿って進むのが良さそうですね。おい俺は壁を壊す。ふるるー。あれ、なんかいい匂い。この前手に入れた装飾品よ。いい香りがする素材を使ってるの。へえ、なんか素敵だね。つけてみる？きっと似合うと思うわ。いいの？するする。ロウ、相手になってくれるか？あ、アルフェン、どうかしたのか？いや、珍しく鍛錬をしていないから腹でも痛いのかと。あのな、俺だって別に四六時中鍛錬してるわけじゃねえよ。そうか、暇さえあればやってる気がするがな。それは強くなりたいんだからしょうがないだろ。ああ、ただたまには筋肉に休みを作れって親父に言われたから。ジルファに？ガキの頃さ。ガキだから親父が帰ってくると単純に嬉しくて、だからひっついていろいろ教わろうとしたんだ。そん時言われた。熱心なのはいいが、がむしゃらにはなるな。お前が勉学を休みたい時があるように、お前の体が鍛錬を休みたい時もあるもんだってさ。自分は休むことなんて忘れたみたいに突っ走っておいて、よく言ったもんだよな。ジルファらしいな。別にしんみりするところじゃねえって。ただ親父は突っ走ることの怖さを教えようとしたのかもな。それともこれって俺が勝手に解釈してるだけなのかな。もっといろんなこと聞いとけよかったな。そんじゃまた明日。気力全開。さあ行こうぜ。ああ、やっと着いた。こいつを使えばいいんじゃねえのか。待っ
脅かすなよ。まずいのかこれ。そうじゃないよ。いるよ、この先に。いよいよだ。この先きっと勝つまで引き返すことはできない。世界と一緒に生き延びるか消え去るかだ。みんな覚悟はいいか。ここまで来たら逃げるわけにはいかねえよな。とっととぶちのめして帰ろうぜ。古き時代を終わらせる。思えば長い道のりだった。まだ終わりではありませんよ。新しい世の中作りが待っているんですから。ダナとかレナとか魔法とか関係ない世界。うん、そのためにも絶対に勝たないとだね。フルフー、行きましょう。私たち自身の未来のために。何かに支配されたり奪い合ったりしないでいい世界。大切な人と一緒に生きていける新しい時代のために。行こう。レナの花の上か。やっとたどり着いたか。だが精霊の意志の核はどこだ。それにレナス・アルマ。ヘブレクトの35の話ではここが核だってことだったな。リンガル、何か感じないか。どっちを向いても精霊力だらけなのは確かだけど、一番強いのは私たちが踏んでる花だよ。そう言われたってこんなの壊せるわけないぜ。試しにぶったたいてみるか。見て、レナス・アルマ。あの光はダナからの精霊力か。だが一体何。気をつけろ、何か来る。精霊の意志の核なのか。我々と戦うため
体化したというのか。私の中で間違いないわ。この茨の本体、私の運命、究極の奪うものの姿。どうするんだ。レナサルマがなきゃ倒せないわ。そのレナサルマを飲み込まれちまったぞ。切り離すんだ。分かった。実体があるならこちらの攻撃も通じるかもしれない。に滅べと言うなら、俺たちはお前と戦う。行くぞ、みんな。俺たちはお前の餌じゃない。操られる人形でもない。人の未来は人の意志で選ぶ。人ならぬものによって決められるべきではない。でもこれ以上奪われたくない。止めるよ、あなたを。悲鳴なき世、笑いと学問に生きた世のために戦おう。返してもらう。私たちの世界を、私自身の人生を。いや、それ以前から続く支配を今終わらせる。光を貫け。は俺が任せたまえ。まだこの世に貫け。これで終わりだ。行くわよ。光を貫け。キラバギレよ。やめてアルベト。ハートレッカー。やれるわ。おかげでまだ戦えそうだ。前線は頼むわ。ああ、任せておけ。なんだこの丸っこいのは。攻撃はブルドム。もはや何でもありだ。とっとと壊した方が良さそうだ。
けの攻撃を受けながら、なんという仕事さなのだ。関係ねえさ、向こうが根を上げるまでぶちかまし続けるだけ。まだ余力を残していたか。やろう、レナサルを持ったまま逃げやがった。悠長に引き返していては間に合わない。俺たちもこれを使って追おう。ああ、そっとしねえけど仕方ねえな。ええ、ここで逃げられるわけにはいかないわ。よし、行くぞ。足場があって一安心。うわ、いいけど、どうなってんだここは。理解を超えた光景だな。それより精霊はどこだ。見て、あそこ。なんだ、形を変えているのか。まずいよ、やっぱりどんどん再生してるみたい。しかも前より大きくなろうとしてる。くそ、なんとかあそこに追いつかないと。気をつけて、何か来るわ。足止めのつもりか。次々と来るぞ。それだけ向こうも追い詰められているってことだ。キャッチアップ。邪魔しないでよ、もう。世界の意志にしては過酷な手を使う。あれが人間のように考えるとは思わない方がいい。けど時間稼ぎなのは確かだろ。ああ、おそらくはどんどん大きさを増している。だがその分速度も落ちているようだ。かえって追いつきそうだ。しのいだ方がいいってことか。踏ん張ってくれ、トドラ。アルくん、これで終わりだ。闇を貫け。
ダナの力を吸収するのをやめた。どうやら我々の相手と力の吸収を同時に行うだけの余裕はないと見える。なら早いとこぶちのめしてレナ・サルマを取り戻そうぜ。すべて終わる。今度こそ本当にだね。ここまで来たんだ。みんな必ず生き延びて一緒に勝利を競うぞ。無論だ。誰一人欠けることなく。ああ俺はまだ何も始めていないからな。だが向こうも必死だ。油断するな。貫け光よ、貫け光よ、貫け凄まじい力だ。我々は奴の力を削ぐ。キヨ、ああ、まずは腕を狙うぞ。私たちもやるよ。ロー、任せとけ。スジャー、お願い。オッケー。光を貫け、光を貫け。さまぎれを上げる。はい、そうか。やれるぞ。やらせない。乱れなく切っ先の光筋。シオンも無事だ。精霊がまた再生する前に
このまま儀式を始める。しよう。貴様が知る程度にはな。俺を操ろうとした精霊は滅ぼさずにはおかん。そのやり方はさせない。だからやるのだ。貴様には耐え難かろう。お前は支配者の務めを果たせ。この力で女もろとも精霊を葬る。それでこの茶番は終わりだ。我が来
これでいける。交流だ。無償の痛みを。よし、我が雷光を身に今だぞ。やっと交流。俺の中の炎が交流レンガさ。蒸発しろ。俺が支配だ。頭は切りだ。交流レンガさ。貴様だけは。よし、我が雷光を身に刻める。俺に任せてくれ。闘竜連合だ。かき消してくれるか。燃えろ。この見事無敢しろ。万物は俺のものとなる。食らうもほふるもしない。闘竜連合だ。支配されないために支配する。それは終わりのない憎しみの道だ。わからないのか。行き着く先は破滅しかない。許し合いだけがそれを避けられるんだ。弱者の思想よ、無質が走る。違う。許し合うことこそだ、強さだ。許しなどない、ただ強者の蹂躙あるのみ。導いてくれる者はお前にだって仲間くらいいただろ。俺が覚えている。背中に振り下ろされた無知の火のごとく痛みだ。負けに奴隷を殺す強者、より弱い者を生贄にして生き延びる弱者、愛だ友だとどこにもありはせぬ。やめる気はないのか。くどい。みんな一人世界を天秤にかけながら俺に通りつけてるのか。俺のわがままだ。誰も生贄にならずに済むのが俺の願いだ。決して天秤にかけてなどしていない。俺と同じく欲しいものは全て手に入れるというわけ。違う。俺が目指すのは与え合うことだ。ぬくもりを、許しを奪い取るだけのお前と同じなものか。王は一人、全て消えろ。豪華爆炎で。炎の次、シオンから託されたこの力でお前を倒す。倒れろ。全てを差し尽くす。熱狂戦。熱狂戦。貴様が撃てれば全て収まる。死ね。お前こそ孤独の。
そこは否定しようもない。だがお前が道を誤ったのは、なまじお前が強かったからだ。何よりお前が一人だったから、支え正してくれる仲間がいなかったからだ。お前には自分のため以外にその力の使い道がなかった。誰でもお前のようになったかもしれないんだ。俺だってだから、俺はお前を許そう。哀れんで許す、まさしく強者の所業よ。よせ、たとえ世界を救い虫の良い夢を思い描こうと、これより貴様が歩むのは裏切りと失望に満ちた汚職の道、その果ての暗闇で待っているぞ。ボルナレナス・アルマが。でもまだ炎の剣があるわ。レナス・アルマほどの力はないかもしれない。それでもダメだ、それはダメだ、それだけは。もうすぐイバラは、精霊は解き放たれる。そうなればどの道誰も助からない。でも今ならまだ間に合う。私ごとイバラを焼いて。そんな、そうしないために今まで戦ってきたのに、必ず助けると約束したのに。分かってる、でもあなたにまで死んでほしくない。お願い、私のために世界を終わらせないで。ダナからの精霊力が通った道がまだ残っている。あれに乗せてダナの意志に呼びかけるんだ。何を言い出すの。覚えてないか、ダナの意志は俺たち一人一人に宿っているって話。俺たち全員の総意がダナの意志となって現れるのなら、ダナの世界全体に訴えることで助けを得られるかもしれない。ダナの人々が私たちを助けたいと思えば、それがダナの意志となるって言いたいの。無茶よ。無茶でもシオンを救えるとしたらこれしかない。それにこれはレナを救う方法でもある。レナを救う。ああ、レナの意志は決して邪悪ではなかった。犠牲にしないと言うなら、レナも救わないとダメなんだ。俺はシオンのいない世界で生きたくない。もう何かの屍の上で生きるのは嫌だ。アルフ、分かったわ。
形作る全ての意志を、俺はシオンを救いたい、そしてレナも救いたい。何かのために別の何かを犠牲にする、そんなことはもう終わりにしたい。だから力を貸してくれ。
つも君と待ち続けた季節は何も言わず